皆さんこんにちは西安防災部ですいつもご視聴いただきありがとうございますみんな大好き三峡ダムこのチャンネルでは中国三峡ダムの最新情報と気になるニュースを詳しく解説しています短い動画ではありますがお付き合いのほどよろしくお願いします10月16日地上波では全く伝えられない中国三峡ダムの現況です 超高水利委員会によると、今朝8時の時点で水位は158.14メートルです。一昨つと比べると60センチ近くの上げとなっています。ダムの貯水側で見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。西安チャンネルです。ダムデータによると、水位はじわじわ上昇しています。 9月の末から見てみると途中上げ下げはあるもののおおむね一定のペースであることがわかります流入量は減少傾向でまた低い水準に一方放流量はここ1週間同じようなパターンを繰り返しています上流の寸端観測所では流量が減少傾向ここの水量がそのまま三峡ダムに反映された形となっており今後もダムへ流れ込む水は少なそうです 朝9時のデータを見ると、上流の観測所での流入は、毎秒8,450立方メートルで、三峡ダムは、毎秒9,300立方メートルです。このため、ダムの直近と、南側の川からの流入の合計は、毎秒850立方メートルと推測されます。上流の観測所の流入量は、ほぼ変わらずです。一方、今朝8時の放流量は、毎秒8,190立方メートル。 このため27%程度の発電状況と思われます計算上は9期前後のタービンが稼働していそうですねさてこのチャンネルでは三峡ダムの下流にある波陽湖の滑水について注目してきました前回は9月の28日ですからだいたい2週間が経過したので再度チェックしてみますパッと見たところ丸印のところ 大きく変わったのは緑だったところがだんだんと紅葉が進んでいるというところです木々も色づき始める時期になっているのでしょうかそして丸印のところでは前と比べて少し水が溜まっているように見える箇所があります一方でこちらの部分前よりも水の面積が縮まっているように見える場所もありまちまちのようです基本的には大きな改善は見られないということ こちらはウィンディの雨雲の様子ですが、ハヨーはこの辺りとなります。不思議なことに、毎晩、決まった時間に、この周辺で雨雲が発生するようです。何かの力が働いているのでしょうか。振り返って、1年前の衛星画像はこれですから、同じ場所とは思えない状況であることに変わりありません。つまり、問題は何も解決されていないということ。 先日、上海の飲料水問題を取り上げましたが、超高の中流域でも、今後、大問題となってくるかもしれません。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。三峡ダムの高校関連施設の取り扱い貨物量が、延べ約18億トンに、レコードチャイナが伝えています。記事によると、三峡ダムの完成と貯水によって、 超高中上流における水上輸送環境が抜本的な変化を遂げたそうです1万トン級の船舶が重軽視まで直接到達できるようになったほか年間を通じての昼夜運行が可能になったとのこと2022年8月の時点で貨物送料は延べ17億9700万トンに到達長江沿岸経済ベルトの発展に寄与する重要な物流ルートになったようです 以上三峡ダムの高校関連施設の取り扱い貨物量が延べ約18億トンについてお伝えしました西安チャンネルです今のニュースについて少し補足します三峡ダムの役割は次の通りで第一に洪水を調節すること他には水力発電水運維持放流などいくつかの役割を持った多目的ダムです ダムを作ったことにより、上流の重慶までの水深が深くなり、それによって1万トン級の大きな船でも上流まで行くことができるようになったようです。ちなみに、小さめの船はシップリフトという、船のエレベーターのような設備を使うと、大体40分くらいでここを通過でき、シップロックという大型用の設備を使うと、4時間くらいかかると言われています。ダム周辺のの月別、年間降水量はご覧の通りです。 10月に入り少し雨が降るようになったものの水不足を解消するには程遠いようですウィンディを見てみましょう超高流域ではほとんど雨雲らしい雲はない予想となっています最上流での雨も期待薄でしょうちなみにこちらは昨日の夜の雨雲レーダーフィリピン近くに台風20号が猛威を振るっているようです 大陸の様子を見ていると毎日夜の7時あたりから散発的にポツポツと丸い雲が湧き出しているようです無駄なお仕事ご苦労様です続いて日本ですこちらは11時までの雨雲レーダーになります九州南部に雲が見られここに前線があるようですねその他はおおむね晴れているようです昨日も天気が良く関西では暑いくらいでした 今後、西から天気が崩れ、明日は全国的に雨になる、という予想が出ているようです。三峡ダムには、大型船舶を通過させるための、高門というものがあるのをご存知でしょうか。五段式のプールとなっており、上り用と下り用の2本のルートが用意され、衛星写真でも確認できます。 方角で言うと、画面上が北なので、三峡北線高門と呼ばれ、画面下の方は三峡南線高門になるようです。知らなかったのですが、船というのは、右側通行が基本のようですね。さて、この高門もインフラですから、定期点検とメンテナンスがされるようです。ふとしたことから知った情報ですが、日本の船会社が三峡ダムのメンテについて、お知らせを出しているのを発見しました。 その内容によると、2021年3月16日から35日間、拷門のメンテ工事に伴い、三峡北線拷門が閉鎖されるため、船の運航に遅延が発生するというもの。毎年実施されているのかは不明なのですが、約1ヶ月かけて、片側が通行止めとしてメンテナンスしているようですね。ところで、このダムは重力式コンクリートダムなので、決壊などはしないという話はよくあります。 もちろんダムそのものはそういうことなんでしょう。一方で、安全保障関連で有名な某とっさん TV では、この肛門こそが三峡ダムの弱点だ、とご指摘されています。当チャンネルでは、停滞状のクレーンも弱点ではないかと睨んでいますが、皆さん、いかがでしょう。あまり深く触れるといろいろアレなので、この辺にしときます。